こんにちは。今回はですね、あんまり日本限定ってわけでもないんですけど、日本の多くのサラリーマンに当てはまることかなと思います。で、何かと言いますと、何年か前のことになるんですが、レイチェルがアメリカでネクタイを買って、で、プレゼントしてくれたんですけど、じゃあ、これもそのうちの一つなんですが、僕がですね、日本で買ったストライプのタイと、ストライプの向きが違うなってことに気づきました。日本で売っているストライプタイはですね、ご覧のように右上がりのものが多いです。それに対してレイチェルがくれたストライプタイは、全部左上がりでした。で、これは日本がスーツの文化をですね、イギリスをはじめとする西洋の国から輸入したためだと言われています。でもちろんイギリスのストライプタイは、右上がりになってますね。で、こういうタイはですね、レジメンタルストライプタイって言われるんですが、当時イギリスの軍が軍服を変更する際に生まれたと言われています。で、色の組み合わせなんかで所属を表していたそうです。で、これに対してですね、アメリカで、左上がりの、タイが生まれた理由はですね、いろいろ調べてみたんですが、信憑性が高そうな説が2つありました。で、1つは、アメリカ軍がストライプタイを導入しようとした時に、イギリス軍と区別するために、左上がりにしたっていう説が1つ。で、もう1つがですね、ブルックスブラザーズっていう紳士服、婦人服の専門店がアメリカにあるんですけれども、こちらのお店が、イギリス軍と全く同じでちょっと失礼に当たるということで、こう、向きを変えて、左上がりのものを販売して、それが普及したのではないかっていう説がありました。いろいろと他にもあるとは思うんですけれども、こう、ストライプタイの向き一つ取ってみても、ちょっといろいろと面白い発見があったので、ちょっと今回動画にしてみました。皆さんのストライプタイはどちら向きですか？よかったらコメント欄かなんかでも教えてもらえればと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。なんか日曜日にネクタイしてると息苦しさが半端ないですね。明日から頑張りましょう。お疲れ様です。次 means kind of tree and so difficult question. 上手上手。